いや吉田さん、暗号通貨は買ってなくても R34 というもっとねすごいの買ってますよね。まあ、この人類文化的な価値っていうのは計り知れないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、暗号通貨ってのはある意味ね、投機的な目的で儲かるから買ってるっていう部分がありますけども、これおそらく通貨の役割を、なすと思うんですよ、将来的には。まあ、今でもね、EFT かなんか上場みたいなことありましたし、それをもとに700万を突破したっていうところもあるんですけども、あの車っていうのはね、やっぱ当時も高値だったけども、クラシックカーになってもうとんでもない値段がついたみたいなのは結構あるんですよね。しかもそれは乗るっていう目的じゃなくて、まさに飾る、所有するっていう目的にどんどん近づいてくるんですよ。で、逆に乗るっていう目的の車は、ある程度高くはなるんですけども、どっちかっていうと二束三文にどんどんなっていきますよね、全体的に。R34 は、所有する目的もあれば乗るっていう楽しみもあるんで、両方兼ね備えた稀有な車だと思うんですけども、いやでもやっぱりね、所有するっていう重みの方が強くなるんじゃないかなと思いますよね。で、クラシックカーってやっぱりこう実際展示したりとか見せることによって、オーナーさんがね、またさらに喜びとか価値を高めていくっていう部分があるんで、本来車が乗るっていう役割を担してないわけなんですよね。まあでも車っていうものが移動という価値を飛び越えて骨董品に近いような意味を持ってきたりとか、R34 みたいにね、映画の中で出てきたキャストみたいな感じでね、もう俳優みたいな感じでもてはやされるっていうのは、やっぱコンテンツ時代の到来をまさにね、まざまざと見せつけるもんだなと思いましたね。私もね、規模は違うんですけども、カンフー映画が好きで、さっきも見てたんですけども、カンフーの衣装とかがね、ものすごく気に入っちゃってね、結構買ってるんですよ。で、普段から着てますからね。で、カンフーの衣装を着ると、そのカンフーの型をね、やりたくなってきたりとかするんで、カンフーの動画を見るんですよね。あ、ちなみに自分でアップロードした動画に関して YouTube の予測検索も立ってくるんで、だんだんこの最初のスタートアップ画面、ログインした時の画面って変わってきますよね。だから以前ずっと常連で上がってた動画が上がらなくなってきて、あ、そんな動画あったんだみたいなのがどんどんね、出てくるわけなんですよ。これは面白いことだなと思いますよね。だから動画のアップロードのテーマを変えていくと、それに近いのが出てくるんで、私の最初のログイン画面は今ね、カンフー映画が多いんですよね。以前は投資系とかね、ビジネス系とか多かったんですけども、その人たち全く出てこなくなっちゃったと。小野里さんすら出てこなくなっちゃったんでね、あれほど関係性が強い人が出てこなくなっちゃって、ちょっと寂しいような気もしますけども、まあでもそれほどに私がビジネスの世界を離れたってことなんですよね。だから多分これまたね、ナイトライダーの動画上げ始めると、ナイトライダー関連の動画上がってくるかなとも思いますし、それからセルシオの動画をね、上げてる時もう先月とか目っぽ上げてたんですけども、そしたらね、セルシオ動画ばっかりがね、またね、押し寄せてくるんですよ。だからアップロードした動画に引き寄せられるように、同じような動画を上げてる人の動画がこうおすすめでくるのかなっていう、その形が来て、あれこんなにいたんだって気づかされることが多いですよね。まさにアップロードするからこそ気づかされることが多いということで、見てるだけだとそのうちなんか飽きてくるのかなと思いますけど、アップロードすることによって自分のログイン画面がどんどん変わってくるっていうのね、このカスタマイズの仕組みっていうのはすごいなと思いますよね。いやー、映画って本当に面白いもんですよね。それじゃあまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。